こんにちは、速稼塾の久保です。そして新年明けましておめでとうございます。今年もね、ジーコさんのね、活躍に大期待と大注目でございます。私自身ね、いろんなご連絡をいただきながら上手にプロジェクトに参加できなかったりね、返信ができなかったりする点が多くて大変申し訳ないんですけども、でもそのぐらいジーコさんがむちゃくちゃ活動してるっていうことなんですよね。いやでもね、今年改めてこうやって新年のご挨拶をさせていただく中で、まあ私もね、家族大優先ではあるんですけども、でももっともっとね、こうやって頑張っている若い力、そして世界的にもね、こう不動の地位を築こうとしているジーコさんにね、お力添えできないかと思う次第でございます。今年はまた新たな気持ちで一緒にできるところは一緒にやっていきたいと思ってますんで、これからもどんどんご連絡いただければと思います。ね、いろんなねコミュニティをされていてすごいなと思う中で、支援したいこととか一緒にやりたいこともね、どんどんできていくんですけども、いやそうですね、寅年ということなんで、私もねこうタイガーですよね、大概やっていこうかなと思いますねなんかよくわかんないですけども、はい、同じ家庭を持つ身として腹をくくっているところもきっと同じだと思うんですよ。そしてなんかね、日本にいろんな産業があったんですけども、私は思うんですけどもね、全ての産業が昭和型の右肩上がりの高度成長期を期待した、それを前提とした形になっているんで、今の時代にそぐわないと思うんですよね。できっとね、スポーツも野球やサッカーだけではなくって、世界で認識されているスポーツ、これを日本にもっともっと浸透させていくことによって、何か新しい世界が見えてくる、新しい時代のエンターテインメントが見えてくると思うんですよ。でまあジーコの取り組んでいるホッケーにもさまざまなスポンサーさんついてくださってると思いますけども、これもね、なんとかしてスポンサー枠を広げていって、ジーコのようなアスリートがね、もう生活の不安なくスポーツの成長と発展に取り組めるように、そして新しい世代を育てていけるようにね、なんとかしていけないかなと思うばかりでございます。まだ明確にこうしましょうみたいなのは生まれてませんけども、これから共に過ごしていく中でね、今年中にそういったものの共闘法が築けるといいかなと思っております。もちろんインターネットの活動っていうのは非常に重要になりますんでね、時には出版などをしてみたりとか、このジーコなりの講演会とか実践会をしてみたりとかね、ちびっこホッケースクールみたいなのを開催してみたりとか、なんかあるんじゃないかなと、ゲームとタイアップしてみたりとかね、まあいろいろと取り組んでいきましょう。はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。